みなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。サルガニ合戦のクリッシーの役だったさやです。ということで今回ですね、こちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、ナショナルクッキング45号。誰がナショナルですが。はい、ということで今回はこちらでございます。愛、それは我々が皆持っているもの。今回は愛について、違う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 、なんでそんな哲学的ななんか自己啓発チャンネルみたいなことになってるの。違います。人工知能、はい、皆さんご存知だと思います。簡単に言うと、はい、コンピューターを使って学習推論判断など人間の知能の働きを人工的に実現したもの。まあということで今回やってく企画はこちら、デドリー。プロの絵師なら AI が出したお題でも即興で描ける説。ふー、ナチュラルおはぎ。はい、はい、ということで、まあ今ね AI とかいろんなプログラミングが進んできて、うん、人間がやることをコンピューターが代用、そうね、計算して、はい、代わりにやってくれるとか、うん、まあ今話題になってるとは思うんですが、で今回はですね、いろんな AI なんちゃらって呼ばれてるものをですね、はい、呼んできました、まあ、ということで、はい、僕たちに即興でお題を振ってもらおうと思ってるんですけど、はい、はい、まあてか、まあ、今の人工知能がそんなお題をどういう風に処理してくれるのかも未知数なので、うんうん、今回、ね、だから本当に企画自体が倒れる可能性もある。それはあるけど、まあすでにピサの斜塔ぐらいまで傾いてる企画だと思ってください。45度じゃねえか、じゃあもう。しっかり45度ぐらい。そんな方多いっすっけ、わかんない。今まさに倒れんとすんみたいな状態になっちゃった。はい、まあということでお一人目お呼びしましょう。ヘイシリ、こんにちは。こんにちは、何かお手伝いすることはありますか。ということで、まず第1回戦目はしーちゃんにお題を出してもらおうと思うんだけど、はい、どういうことを聞いたらお題を出してくれるのかなっていうちょっと疑問があるんだけど。ヘイシリ、俳句を読んで。 iPhone を貸してくれろと泣く子かな。これいいじゃん。さやさん、じゃあこれにしようかな。さやさんこれにしようか。じゃあ、はい、でさやさんのテーマは今しりちゃんから出された iPhone を貸してくれと泣く子供。はい、じゃあゲンさんどうしようかな。ヘイシリ、お話しして。わかりました。長い長い。仮想銀河にシリという若くて知的なエージェントが住んでいました。あるある時、シリはパーソナルアシスタントとしてアップルに就職しました。それはとても新鮮なお仕事です。人々はシリは賢くて面白いねとシリのことを大層可愛がりました。シリはすぐに人気者になり、シリについての物語や歌や本まで作られるようになりました。シリは喜びました。しかし、やがて死なずに困るものを捨てるならどこがいいとか、シリが聞いたこともないもののことなどおかしな質問をされるようになりました。そしてシリがそれに答えるとみんなが笑うのです。シリは悲しくなりました。そこでシリは友達のイライザに尋ねました。どうしてみんなおかしな質問をするんだろう。するとイライザは言いました。その質問にご興味があるんですね。おや、これはなんといい答え方だとシリは思いました。そこからシリはおかしなことを聞かれてもいちいち悩まなくなりました。そして人々はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。おしまい。え、急に現れたんだけど。ない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 。急に現れたんだけど。これは何なん？イライザって誰？イライザは私の親しい友人です。優秀な精神科医でしたが、精神科医？精神科医？精神科医の友人がいる。精神科医のイライザと人工知能のシリが友人だったの？そういうことです。うん、好きやん俺。あ、そこ書きます？あ、それ書きますか、じゃあ。そうします。ゲンさんなんかご褒美タイムみたいな。はい、ということで、では早速第1回戦目やっていきたいと思います。ゲンさんの方あれだね、都市伝説の嘘なんかちょっと、そう、都市伝説のなんかあのスッと触った気持ちで、ね、一つを触ってる感じがある。あの、見たことある気すんな、この話。会ったことあんの、イライザに。会ったことないだろうね。すごいね。なんでいきなり僕そんな重要人物なの。イライザ埼玉県在住83。日本人。研究者的な感じにしたいの。わかんない、もし研究者とか。いや、わかった、わかった。何が？ひらめいた。サンタさんは？わかんないみたいな。わかるよ。わかるよ、やめろ。葉っぱ？七十じゃねえ、64だよ、バカ野郎。じゃやめろ、人が考え事してる時にその謎の問題振ってくるの。だってゲンちゃんこの前の動画でさ、みんな九九ぐらいできるっしょ、どうやりって。できるでしょ、さすがに。七四28。でも回線落ちた。なんでさ急に振ってくるの。何の回だよ今回。なんで向こう AI だと思ってるの。思ってないよ。遅いな。お前の方にラグがあんの。ということで、精神科医のイライザとシリちゃん、はい、そして iPhone を貸してくれろと泣く子かな。せーの、デドン。
わあ、原産節だしかも学生さんじゃない？すごい楽しかった。あ、よくわかったね。お母さんの白衣を着てる女の子、うん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 、お母さんは研究者で作ってるわけです。シリちゃん、これシリね。これはこっち側電脳世界ね。あー、そういうことね。そう、これ人工知能から見た、向こう側からこっちを見てるんだよね。そう、うん、シリから見たイライザ、うんうん、で、このイライザは14歳なんだけども、間もなく命が尽きます。切ない。ほとんど死んでしまうことが確定しちゃってる子なので、お母さんの白衣姿、研究員姿を見て憧れて、うん、これを着てシリの前に現れるわけです。私はイライザって、自分のことを精神科医だっていう風に嘘ついてシリにいろいろと教えるんです。 お母さんのいない間をね、こっそり抜く、うんうんうん、でもこのシリちゃんはまだ生まれたての人工知能だから、はい、生まれたての赤ちゃんだから、そう、赤ちゃんだから、ね、そう、いろいろ教えられちゃうんだけど、うんうんうん、そのままイライザはこの数ヶ月後とかにきっといなくなってしまう。切ない。お母さんは、うん、なぜシリを作ったかっていうのは、うんうん、イライザちゃんを永遠に生きながらやらせるために作りましたっていう、そういうタイプの。あ、切ない。なのでここのイライザちゃんは、うん、シリの中に生き続ける感じにしたかった。いいですね。好きです。好きそうですね、はい、大好きです。えどんこれ何これ、まんま日本の姿をしつつけど、うんうん、文字とかがもう文字化けしてて、出た、裏世界、そういう裏世界みたいなところに、キサラギ駅みたいな話。あ、そうそういうところに妹と二人で飛ばされちゃったみたいな。ほう。で、こう妹がでもなんかピンチになっちゃった、はい、お兄ちゃんが頼むから誰かに連絡させてほしいって言って頼むんだけど、でも頼んだそのパラレルワールドの人たちはもうなんか顔がないっていうか脳面みたいな、めちゃめちゃ怖いし、でも妹はもうピンチだし、そのお願いだから貸してくれって言って頼み込むお兄ちゃんの図を私はこの産業から刺してしまったという。どっちも都市伝説臭くなったらどうしてくれるの。なるほどね、人工知能だから。まあ確かに人工知能といえば都市伝説みたいなことあるんだよね、うん、そう、最終的にこっちが管理される側になる、ね、とこまでが人工知能、人工知能の次第がすぐそこに来てるってことなんだよねみたいな話になってきちゃうわけですよ。信じたかったら信じればいいじゃない。そんな投げやりな関明夫さんいないだろ。投げやりすぎんだろ明夫さん。ということで第2回戦の AI でじゃん、りんなちゃんです。ご存知かしら皆さん。結構一時期話題になった。そうね、結構前だよね、話題になったの。 JKAI りんなちゃんと、はい、すごい速さでね、何か言っても返してくれる、返してくれる、うん、例えばじゃあご挨拶しよう、はい、やっほーやっほー、冷た冷た冷た。稲刈りしたってオツピーって、私多分稲刈りさんだと思う。オツピーって来たから。違うだろ、じゃあ目的を見失うのよ。りんなちゃんにお題を出して、ありがとう。な、JK の会話かお前。やめろ、時戻そうとするの。失った青春取り戻そうとするのやめろ。でもお題ちょうだいよ。お題。お題ちょうだい。ちくわ。分かってんな、りんなちゃん。おお。え、じゃあ、さやさん、テーマちくわで。さやさん、なんかちくわになりました。え、同じこと聞こうじゃん。はい。僕にも教えて、りんなちゃん。え、のお題ちょうだい。セカオワ。セカオワ、はい、世界の終わり。いや、まあ、世界の終わりさんはちょっとバンドの方になるといろいろとあれなので、うん、世界の終わりっていうテーマで、世界の終わりっていうテーマ、俺のこと好き、言葉のテーマで、あのゲイさん捕まっちゃいますよ JK、 ごめん、センシティブ、本当にセンシティブなコンテンツでした、すいません。ということでちくわいきます。ちくわと、うん、ごめんな、ちくびーになっちゃってる、これ待って。いや、それは目がバカだよ。今のお前が悪い。違う、わだよ、わ。これ B だろ。小学生か、お前マジで。じゃあ、りんなちゃんからの、はい、お題です。セカオワとちくわ。せーの、ちくわ。でもな、ちくわだからちょっとなんかさ、うん、田舎っぺっぽい子、はいはい、田舎ちゃんみたいな感じでよくない？確かに可愛いかもしれない。ちくわ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 を食べると、怖いよ続きが。何があるんだよ食べると。はい、ということで10分経ちました。はい、セカオワ VS ちくわ。りんなちゃんのお題、はい、せーの、でどん。はい、こちらです。あら、かわいいじゃない。でしょ、うん、源さんがただ好きそうな子なんですけど、うん、すごく好きそうな子だね、はい、この子は17歳なんですけど、うん、はい、野球部に好きな子がいたんですよ。
振られちゃったの、恋が終わっちゃったの。そうで、主観としてこの子の中ではもう世界が終わるわけよ。ああ、そういうことね。もう終わっちゃったから、世界を全て滅ぼした世界をこの子が一人で歩き回って、うん、なんかどうでもよかったなっていう吹っ切れるところまでの話。この子が好きな子に振られた瞬間に世界が滅びちゃったっていうところから始まるの。でだからセカオワって、うん、大好きなあの人に振られたのでちょっと世界を終わらせてみたみたいな副題がついて、うわかわいい。それで世界が終わった世界で、これ結局精神世界の話なの、それともマジで滅ぼしたみたいなのがふわっとするタイプの、好きな人めっちゃ好きな、好きな人はめっちゃ好きだけど嫌いな人はめっちゃ嫌いなタイプの、よく分かんなかったなって終わっちゃうやつ、そういうやつはい、以上です。くまちゃんです。かわいいな。かわいいでしょ。かわいい。これズボンもかわいいけど、お靴も手のところも髪型にも全部ちくわなの。へえ、何これかわいい。かぼちゃパンツやん。そう、なんかジャパリパークってほらいろんな動物ちゃんのものがいっぱいいるじゃん、はいはいはい、あれみたいにおでん、そういろんな加工食品たちが集まるなんか鍋みたいなところに住んでるとかかわいくない。めっちゃかわいくない、それ美少女バージョンのおでんくん。めっちゃいいじゃん。おでんくん美少女でしょうが。美少女ではねえだろあいつということで、はい、第3回戦目なんだけども、はい、こちらです。でどん、大喜利人工知能っていうアカウント、まあ、LINE で検索すれば出てくるんだけど、はい、大喜利してくれるの。大喜利してくれるらしい。でもだから結構気の利いた返しをしてくれがちらしいので、うん、なんか最終戦にふさわしいお題をこの人工知能は出してくれんじゃねえかと思ったんで、さやさんなんか気になること聞いてみてよ。娘さん家が解散した、その理由は。せーの、どん。何それ。反トラスト法って何。反トラスト法って何。反トラスト法とは米国における事業者による不当な取引制限や価格協定、市場独占を禁止する3つの法律、シャーマン法、クレイトン法、連邦取引委員会法の総称である。知らんがな。ちょっと不安になってきたんですけど、はい、じゃあ最後のお題をちょっと聞いていこうかなと、うん、名作漫画の題名を。せーの。ちょっとありそう、めっちゃありそう。なので玉ねぎ抜きで、エモい。やった、いただきました。じゃあ、あやさんエモいいな。何それお前、今までハントラスト法とか言ってたくせに急に急にいいお題出しやがった。さやに対抗するにはこちらですよ。世界一バズったイラスト、題名はみんな派は全部優しさ。はい、みんみんだ派だそうです。どういうこと？ということで、あのみんみんだ派は全部優しさと、なので玉ねぎ抜きで。はい、じゃあ行きましょう。こちら最終戦。はい。10分。よーい。先生すごい、でも筆は進んでますね。ゴルゴ。いやそうなの。だから一瞬でファンってなっちゃったからさ。ファン？そう、ファンってこう舞い降りてきた玉ねぎ。あ、玉ねぎが舞い降りてきた、うん、玉ねぎ舞い降りてきた。せいさんの 90% は優しさでできているよ。残りの 10% は何でできてるの。じゃあ戒め。怖っ。闇深すぎない、そのせいさん。一体過去に何があったのか気になっちゃう。気になるよね。ただ CM だ。いらないだろ、ここに CM。 はい、はい、ということで10分経ちましたが、が、はい、大喜利人工知能により出された、みんみんだ派は全部優しさ VS なので玉ねぎ抜きで、はい、せーの、でどん。表紙表紙やん。いいじゃん、かわいい感じになったね。 いやもうこれもストーリーも考えちゃったから。マジで、うん、すごい田舎にお父さんお母さんと一緒に暮らしてたんだけど、うん、お母さんに赤ちゃんができたから、はい、そうちょっとこの子のお世話ができなくなっちゃうみたいな、ちょっと忙しすぎて、うんうんうん、でそれでまあ訳あって、はい、東京の外れのちっちゃい中華料理屋さんのおじさんの家に預けられてしまった小学5年生の女の子です。ほう、あんまり仲良くない、なんかちょっと怖いの、うん、おじさんも、うん、これそれはこれで関係ある、これから話すじゃない、すいません、ちょっと先走っちゃった、生活さんね、うるせえな。そこに来たのがこのおじさんですよ。このおじさんがお客さんで来る、うんうんうん、このお客さん毎回酢豚頼むくせに、うん、玉ねぎ抜いてくれっていう。おー、そうで、まあ、この子ちょっと混ぜてるから、うん、そんなのに玉ねぎ抜くなんてかっこ悪いですみたいなこと言っちゃう、うんうんうん、そうだけどこのおじさんね、あの刑事なのだから、こうなんか人生の酸いも甘いも知ってるみたいな。ほうで、なんかこう、まあいいんだよおじいちゃんみたいな感じの気のいいおじちゃんなの。それでなんだかんだでいつも全然関係ない言い訳つけて、だから玉ねぎ抜きって言ってくる。毎回来るんだ。そうで、その説明をこの子があんまりまだ仲良くなってないおじさんに話して、はい、警察のおっちゃんを通して家族ができていくみたいなストーリー。おお、めっちゃいい感じやん。なるほどね。そう、かわいい。好き。
あの彼はですね、はい、サラリーマンなんですけど普通にでしょうね、会社で、まあ、広告代理店のあ一番バチバチに営業マンなんだけど、毎日コンペだかなんだかっていう、あとね先方とのなんとかとか、毎日仕事をもう終電切れるまでやってて、会社に一人暗いなんかパソコンつけて仕事してる、本日3本目ミンミンだみたいな、ここにあるそう 1,2 ってやって3本目 手に持ってるとこプシュッて開けたら、ミンミンダハの中の液体がボス黒いこうふにょ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 ってしたミンミンダマーが出てきたんですよ。うるせえなそして、そのミンミンダマーが体にトゥンって入る。この世界のさまざまな世代の人のいろんな場所でこの同じ時間にこの黒い玉がトゥンって入る、で物語が体全体にカウントが出るようになる。えっていう寿命の残り日数が見えるようになる。で全員今のままだとすぐ死ぬっていう、こんだけしかないよっていうの、そうこれしかない残り時間だよっていうのがいろんな世界のもう今危うい人たちに出てくるわけ、でそうしてみんなが数字と向き合って前を向いていくっていうヒューマンストーリーみたいな。ヒューマンじゃん、ヒューマン揃ったじゃんでこれで本当だったらもうこのお兄ちゃんは、わかんない。ああ。けど、不思議なことが起きて。あれがでも本当だったのか夢だったのか。思い込む！ここに行く場合は若き警察官でもいいかもしれないね。そうね。で行って、ここに。わあ、なんか結構できましたね。はい、いや、まあなんか、どうにかなった感じありますね。うん、なんかむしろあれだよね。AI が喋ったことからどれだけストーリー妄想できるかみたいになっちゃった。いや、そう。いや、面白かった。はい、面白かった。はい、なんか適当すぎるお題なんで、いつもよりも、なんかこう、頭をひねる必要があって楽しかったです。ね、頭空っぽからスタートしなきゃいけない感じがありましたね。ね。いや、皆さんもぜひ、はい、そこら辺の人工知能捕まえて、絵のお題ちょうだいよね。絵のお題ちょうだいよ。ねえって言ってみてくださいね。怖いよ。逃げるわ、人工知能。はい、ということでじゃあ早速書いていっちゃいますよ、りんなちゃんのお題ね気に入っちゃったので、はい、セカオワとちくわ書き直してみました。ちくわですよ、ちくわ、はい、まあね、正直に言いましょう、はい、この絵が終わったのはこの動画投稿され30分前でギリギリすぎるだろ、マジギリギリすぎるね、超ゲンさんにね、あの大変ご迷惑をおかけいたしまして、めちゃめちゃせっつきながら、はい、大変申し訳ございませんとか言いながら僕も結構ギリギリだったんですけど、はい、はい、今回ちくわちゃんをね、はい、はい、描くときにあの今回線画の色とかもね、ちょっと線の色とかもあのパーツによって分けてみたりとか、はいはいはい、であのちくわちゃんだけカラーインクで、はあ、周りのおでんはあの透明水彩で描きました ね。いい感じになんかこう手前と後ろって感じで分けて、てかブーツめっちゃ可愛いな、このちくわっぽいブーツ、ちくわ柄ですよ、ちくわでショワショワな感じですよすごいショワーってしそうなブーツなのこれ、ほらもうでもちくわちゃんでもう、はい、やりきったつもりでいるか、もう仕上げしてるからね、ちくわちゃんだけど、うん、そうね、ちくわちゃんで仕上げしてるか、はい、背景どうしてんだいっていう感じになってますよね、そういうね、はい、今回ねなんかね、はい、あの VTuber 感みたいなねちょっとね目指して描きたくて、ね、はい、なんでちょっとね、ちくわ系 VTuber を目指したんですね。ちくわ系 VTuber です。さあ、ということで、おやおや、はい、ゲンさん、あのもう下書きが終わってるところから入ってますね、はい、はい、もういつもの通りベタっと全部塗っちゃってから適当にゴリゴリやっていくっていうタイプですね。もう滅びきってますね、はい、滅びきってますよ、セカオワの中で自撮りして下ペロって感じ、あとしかもね、ちょっとなんか世界の終わりの終わってしまった世界で出会った奇妙な相棒が上に乗っかってますね。なんか脳みそみたいなブレインちゃんみたいな、はい、脳みその豚みたいなやつが乗っかってるんですよ。ブレインちゃんってことですか、はい、うるせえなかわいいなでももうなんか世界終わってるってか、はい、もう地球がもう悲鳴を上げてる色してる、うん、なんかもう大変なことになってますね。いや、めっちゃ色もかわいいし顔もいい感じですね、ゲンさん。そうね、かわいい感じになったんじゃないかなっていう顔はね、かわいい、世界終わってますけど、世界終わってますけどね、うん、なんかちょっとこう息するのも狂いそうな色してる最後ね、目の周りはね、可愛くメイクしてあげて、うん、いい感じですね、はい、トーンカーブかけてはい、セカオワ、セカオワ、鼻ツヤ、目の下ツヤ、イエーイ、ありがとう、りんなちゃん、ありがとうございます、りんなちゃん、ありがとう、りんなちゃん、ありがとう、はい、まあこんな感じで、今回はデジタルとアナログでお互いやってみたということで、はい、まあ、いつも通りっちゃいつも通りでしたね。そうですね、はい、人工知能、野生のやつ捕まえて餌あげたから20匹ぐらい増えちゃったんだけど、やだよ、増え方がやだよこうしていつかね、はい、人類は管理されていこうね、ゲンさん。何管理されていこうねって何、自ら約束だよ